第32話、322年前の皆既月食と天王星食 4K2344 年の皆様への動画メッセージ。 30 second story movie message for a human in 2344 total lunar eclipse and Uranus eclipse in 2022 4K。 皆様、今日もお元気にお過ごしのことだろう。アデン K と申します。第2話、2022年の空宇宙月食と流星群では、2022年注目の天文宇宙の話をした。2022年の日本における注目の天文現象は、11月8日19時59分ごろピークの皆既月食ともお伝えしていた。次に月食と天王星食の同時観測をできるのは322年先である。そのような貴重な撮影だったので、必然長丁場の撮影となった。これは後世に残る大切な記録映像である。皆様には宇宙の神秘を感じつつ、じっくり鑑賞していただきたい。皆様は肉眼で観測しただろうか。肉眼での観察との違い、動画に関する感想なども含めてメッセージをいただければ制作者冥利に尽きる。この動画はパソコンの白夜の中で制作した。時間がかかっているので、じっくり堪能していただきたい。322年後に光よりも早く進む宇宙船ができているとすれば、観測できなかった方も少しくらいは過去に戻って観測できそうなものだ。322年後の皆様にはこの言葉が通じているようだ。322年後の皆様はさすがに322年前に戻ることは難しいだろうから、この動画メッセージをお楽しみいただきたい。2183年を過ぎているならば、高速宇宙船に乗って優雅に旅をしながら、2344年の皆既月食と天王星食を待っていた方が早いかもしれない。今回、世界共通時間 World Common Time WCT を試験的に導入、動画上に表記した。現状他に提案をいただいていないので、日本の時間から1日引いた時間を暫定的に世界共通時間としている。私は令和4年11月8日に日本の晴れた東京から皆既月食と天王星食の 4K 動画撮影に成功した。綺麗な映像で皆既月食と天王星食の祭典を記録できた。この映像は学校の授業でも十分に活用できるものと考えている。私が学生時代にはもっぱら教科書による授業であり、皆既月食といっても実際にどのように動いていくのか動画を見たことはなかった。この動画は地理天文学の授業の補助として使える動画だろう。 JAXA や NASA の研究者が見たって面白いかもしれない。太陽と月の間に地球が入り、地球の影で太陽の反射光が和らげられる。皆既月食中に月が完全に消えずに赤黒く赤銅色に見えるのはなぜか。地球の大気で太陽の光が屈折し月に反射しているからだ。自分の立っている地球が遠くの月と太陽に割って入っていく感覚は何とも不思議であった。2022年11月8日18時過ぎごろ、
日本時間から月食が始まった。国立天文台発表では2022年11月8日18時9分から欠け始め、19時16分に皆既食が始まる。19時59分に食の最大を見せ、20時42分に皆既食が終わり、21時49分に部分食が終わる。国立天文台の発表によると、月食に関しては観測・観察する場所による時刻の違いがなかった。私は東京都港区南麻布にて17時半過ぎに撮影を開始した。部分食に先駆けて半影月食を撮影できた。雲のようにも見えるが半影月食と思われる。東京タワーでは満月が見えやすいように、満月の日には上層階を消灯しているそうだ。首都高速2号目黒線は車が普段のように走行している。東の空にきらめく満月が見えるはずだ。東の空を見上げるが満月は見えない。それもそのはず、東京には高層マンションが多くそびえ立つ。17時45分過ぎにビルの間に間に満月が見える撮影場所へと移動した。17時50分頃に部分月食前の半影月食の撮影を開始した。半影月食は肉眼では注意深く観察しないと気づかないとされるが、秋晴れの空だからかよく見えた気がする。天文台からの撮影には及ばないだろうが、この動画で皆様に注目していただきたい特徴は2点あると私は考える。まず1点目、実際の肉眼では見えづらい天王星食を補足したところだろう。あえて天王星食の部分に関しては F 値を4まで絞り、シャッター速度を30分の1まで落とした。天王星と思われる星が鮮明に記録された。普通は肉眼に近い映像で撮影する方が多いはずである。惑星は太陽から近い順に水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星で、天王星は7つ目に遠い星である。月は地球から近いので大きく見える。天王星は遠いので小さく見える。実際には月の方が天王星よりも小さい。撮影の工夫により非常に天王星が見やすくなっているのではないだろうか。2点目、合成技術によって強い光の部分と影の部分を肉眼で観察した時に近くした写真を入れた。印象派の画家であれば光と影をうまく描くだろうが、現状のカメラで撮影した1枚の写真で強い光の部分と影の部分を肉眼で見ているように細かく表現するのは困難だろう。今回皆既月食の終わりで影の部分にフォーカスした1枚の写真と強い光の部分にフォーカスした1枚の写真を撮影し、そして組み合わせた。今回さまざまな皆既月食の動画が掲載されていると思うが、ぜひともこの1枚は肉眼で見た感じに近い1枚であることを念頭に他の動画を見比べていただきたい。強い光の表現は F 値を下げて撮影して少し光が広がる感じを演出した方が私が見ていた月食に近い。しかし私はアレルギー体質であり、眼球の水分が光をにじませていた可能性も否定できず、F 値は22で撮影している。
2344年には1回のシャッターで強い光、そして影の被写体を肉眼で見ているかのように表現可能なカメラ技術が現れているのだろうか。2344年には1回のシャッターで強い光、そして影の被写体を肉眼で見ているかのように表現可能なカメラ技術が現れているのだろうか。2344年の皆様はアデン系英語で話さなくても各言語にスムーズに自動翻訳されて私の話を聞いていることだろう。2022年現在、一般人が宇宙へ行くのは至難の業であるが、2344年には各プラネットや宇宙ステーションに一般人が住むような時代になっているだろうか。書斎には地球儀ではなくて宇宙儀が置かれているだろうか。地球から各惑星へ旅行に行く際には為替ではなくてどれだけ惑星が地球に近づいているかが重要だろうか。ハワイが毎年日本に近づいていると聞いている。毎年約6センチずつ近づくとすれば、322年後の日本の皆様は今よりもハワイと19メートル32センチ近づいていることになる。宇宙のプラネット旅行は各惑星が楕円軌道を描いており、距離がハワイの比にならないほどに遠いから、年内変動を計算し楕円の最短距離で旅行日程を組むべきだろう。この奇跡の動画に出会えたことは大変に低い確率だろう。さらにこの奇跡の動画を撮影できた確率も低かった。まず私が宇宙に興味を持ち、そしてあなたも宇宙に興味を持って、初めてこの動画で私とあなたが落ち合うことになった。偶然の巡り合わせにしてはとてつもなく低い確率であるし、必然にしては面白みのない話である。私はたまたまこの皆既月食と天王星食の撮影をし、たまたまあなたと同じ時間を過ごしている。そして未来永劫、この奇跡の撮影記録は宇宙好きの皆様に鑑賞され続けることだろう。では皆様、時を超えてこの広い宇宙のどこかでまた会おう。
Thank you.
ー。